100の質問答えます。あなたの名前は？夏焼みやびです。その名前の由来は？みやびやか。誕生日、年齢、学年教えてください。8月25日27歳です。星座、血液型は？乙女座、大型です。チャームポイントは？目。外見はどんな感じですか？こんな感じ。好きな食べ物は？ご飯。あなたが思う自分の性格は？ハッピー。他人から性格をどう思われていますか？うん、ハッピー。ズバリ長所は？元気。ズバリ短所は？それ。似ている芸能人は？小さい頃藤原紀香さんって言われました。動物に例えると？うん、詐欺。趣味は？ふける。特技は？遊ぶ。好きな人のタイプは？優しい。芸能人で言うと？誰ほら、上司。実は好きな人がいる？うん、いる。好きなおにぎりの具は？うん、昆布。アイスの味は？チーズ。よく使うアプリは？アプリスノー、スノー。好きな数字は？8。ついやってしまう癖は？うん。寝る時の体勢は？この味。将来結婚したい？したい。何歳ぐらい？35ぐらいまでにしたいかな。将来子供欲しい？欲しい。よく行く場所は？渋谷。休日は何してる？出かける。買い物する。カラオケで外せない曲は？グラマースカイ。歌のうまさは何点？80点ぐらい。ここからは好きなものを答えてください。はい。曲。パンパンパン。芸能人。ローラ。食べ物。肉肉。本。本。耳。映画。映画。チョコレート。チャーリーとチョコレート。チョコレート。色。ピンク。動物。犬。ブランド。グッチ。キャラクター。サンリオ。テレビ。お笑い。教科。体育。プリキ。知らねえ、マジで。何今時何わかんない。スノーでどんなくなってる。それでは戻ります。マイブームは？インスタ見ること。無人島一つだけ持っていくとしたら？携帯。理由は？不安だから。メガネかけてる？かけてる。持ってる？持ってる。ドイリ。カラーコンタクトしてる？してる。普段はずっとこれ。好きな食べ物ベスト3を作って。焼肉、お寿司、クレープ。そういえばどこに住んでるの？みんなが知らないところ。ホームページ持ってる？はい、持ってます。ピンククレスの見てね。 SNS をやってる？やってます。何メイン？インスタグラムメイン。人気？はい、ママ人気。ペット飼ってる？飼ってる。最高です。もしも透明人気になったら？人のお家に入り込む。もしも100万円持ってたら？海外旅行にすぐ行く。もしも願い一つだけ叶うなら？そうだな、ドラえもんが欲しい。ぶっちゃけ自分って絵上手だと思う？上手。26問目ですが、疲れました？楽しい。今髪色は何色ですか？今は久々にちょっとナチュラルなブラウン。次は何色に染めたい？でもハイトーンになるかな。どんなファッションが好き？でも可愛いのが好きかな。こういうのとかパフみたいな。最近買った服はどんな服？最近はトレンチとか。占いって信じる？信じる。いいことだけ。おまじないやってる？おまじないやってない。やってない人はなんでやらないの？ずっと人って書いて食べてたことあったけど、なんか別にどうにもなんなかった。小さい頃になりたかった職業は？クレープ屋さんとお花屋さんとケーキ屋さん。今更ですが性別は？女です。部活、クラブは何やってました？バトンクラブやってました。楽しかった？楽しかったよ。大会とか出た経験は？ある。将来の夢は？ピミーを大きなブランドにしたい。10年後何してる？まだアップフロントにいると思う。雑誌とか何買ってる？ビビ。その雑誌で好きなモデルさんいる？いる。モデルさんって憧れる？憧れる。細い、可愛い。将来有名人になりたい？なりたい。丸×コーナーです。はい。つまり自分が好き？好き。実はすぐ泣いちゃう？丸。サプライズは好き？丸。実はオタクです？×。人に愛されたい？丸。ぶっちゃけモテると思う？丸。私って地味だなって思う時がある？ない。ここまでで丸バツコーナーは終わりです。あとちょっと頑張れ頑張れ。最近楽しかったことは？友達といっぱい会ってること。最近面白かったことは？友達がアホだなと思ったこと。最近泣いたことは？最近泣いたことはなんか嬉しくて泣いたことがいっぱいあるかも。最近驚いたことは？コロナ。朝は弱い？弱い。目覚ましは何個？私は1個。座右の銘は？座右の銘？一生懸命。楽しかったですか？楽しいです。イエイ。自己 PR をどうぞ。はい、夏焼きみやびです。イエーイ。最後に一言。好き。ご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。